人、物、金をテキサスへ CCIM のルークですバイデン大統領は米軍制服組トップの次期統合参謀本部議長にチャールズ・ブラウン空軍参謀総長を指名しました黒人の起用は30年ぶりで史上2人目となりますインド・ 太平洋地域に精通し中国への対処を進める狙いです統合参謀本部議長は大統領の軍事アドバイザーを担い各国との防衛協力に深く関わります就任には議会上院の承認が必要になります現職のマーク・ミリーは この9月に人気切れを迎えます。バイデンは、5月25日、ホワイトハウスでブラウンの指名を発表し、ブラウン大賞は2番手に甘んじない、勝利するために動くと指摘し,指摘しました。こうした姿勢は、これから数年間の課題に対処する上で、最高司令官である 私と米国にとって重要な資産だと強調しましたブラウンの起用はバイデン政権が進めるインド太平洋重視を反映するものですブラウンは韓国に駐留経験があります2018年から2020年にハワイを拠点に太平洋空軍司令官を務め インド太平洋地域で航空部隊の運用を統括しました米中競争が激しさを増した時期と重なります2020年に空軍参謀総長へ転じると直後に変革を加速せよさもなければ敗北すると題する文章を発表しました 過去の成功は将来の成果を保証しない。変革しなければ、我々が想定する強みは失われ続け、空軍は厳しい環境での戦闘における課題に、適切な準備を整えられなくなると言明しました。中国やロシアの対等に、 強い危機感を表りするものでしたバイデンは人種の多様性に配慮しています統合参謀本部議長への黒人起用は1989年から93年に勤めた今は亡きコリン・パウエル以来です現在国防長官に黒人の オーシティンがいいていますブラウンが承認されれば初めて国防長官と統合参謀本部議長を同時に黒人が務める形になります。バイデンはカマラ・ハリスを女性および黒人初そして南アジアにルーツを持つ初めての副大統領に迎えました。 また連邦最高裁最高裁判所の判事にケタンジ・ブラウン・ジャクソンを黒人女性として初めて起用するなど黒人を積極的にに重要なポストにつけています米軍は約4割をマイノリティが占めています。アメリカ社会の 分断が進む中、米軍で人種間の対立が表面化すれば、団結力や即応力の低下につながるとの危機感は強いです。え、二千二十年五月にミネソタ州で白人警官による黒人暴行暴行死事件が起きて、抗議デモが全面に広がると。 当時のトランプ大統領は鎮圧に向けて米軍動員を一時検討しました。人種間の平等を訴えるデモの、えー、だったわけですけどもドミへの動員検討は米国内で人種間の対立を生みかねないという懸念が強まったんですね。 ブラウンはその事件直後 Twitter で約5分間の動画を公開しました。他人が無意識で私に投げかけた思いやりのない言葉のことを考えていると語って米軍内で人種差別を受けた過去を打ち明けました。個人ととししててプロフェッシャルとして 統治機構としてどうやったら改善できるかを考えていると話し人種問題に取り組む姿勢を強調しましたバイデンは黒人暴行事件から3年目の節目にあたる5月25日この動画に触れて米兵だけではなく全米のアメリカ人の 金銭に触れるものだったと振り返りましたバイデンの黒人重視逆に白人等からの反発があるのではと危惧しています以上テキサスのルークでしたチャンネル登録よろしくお願いします